じゃ、こんにちは。こんにちは。なんか準レギュラーのように。あ、そうですね。はいはいはい、また、ね、また来てくれましたか。お邪魔します。袴田愛です。ね、詳細。ユーチューバーだもんね。そうですね。はい、ユーチューバーにちょっとなってきて最近。ね、本当可愛いですね。いや、いいですね。すみません。いや、このチャンネルは可愛くないと出れないから、ね。そうなんですよ。本当ですか。いや、そう。あのドラミちゃんもね、はい、めちゃくちゃ可愛いっすよ。ドラミを取ったら可愛いよ。おめえより全然可愛いですよね。まあ可愛いといえば、はい、球団マスコット。ああ、可愛いですね。ね、可愛い。どこが好き？レアモン。レアモンのね、クラッチ、クラッチなんですよ。あの楽天の悪役いたでしょ。あ、いましたね。あの、なんつった？あのバイク乗ってた。そうそう、カラスコ。カラスコ、はい、俺ね、大爆笑したのが、はい、カラスコがバイクで転倒して骨折したんだよね。登録抹消とかさ、大爆笑したから。え、登録抹消誰だ、カラスコみたいな。知らない人から見たら助っ人がどっちですもんね。そうだね、カラスコって。まあね、俺はね、はい、あのマスコットはね、はい、球団のシンボルというか、うん、そういう形で俺はすごく認めるの、はい、で好きなの、はい、で、スターマンが DeNA の時できて、足が動かせないの、こうやって。ホームランが打った選手に何かを渡すっていう役だったんだけど、帰ってきてんのにまだたどり着いてない。いや、それで気がついてもらいに来て、帰らなきゃいけないんだよ、はい、帰るけど、もう審判が待ってんだよ。お前早くしろみたいな。ものすごく動きが鈍かったんだし、それも改善されながら、でも愛されキャラなんだよ、はい、だから好きなの。あの広島のなんだっけ、あのピーって出した、はい、スヌーピーじゃなくて、スヌーピーはあの、スヌーピーはもうスヌーピーっすね。スヌーピーじゃない、なんかこうあるんだよね。はい、だからああいうのとか、まあ、トラッキーだとか、そうですね、レオ君だとかさ、はい、バク転やったりとか、はい、すごいですね。ドアラスね、ドアラス、ドアラス、ドアラス知ってる？知ってますよ、中日の。まあ、8回になったら必ずバク転やるじゃない、はい、バク転っていうかひねりを入れて、ひねり入れますよ。で、ひねりを入れて着地が成功したら中日が勝つというジンクスがあったんです。へ、そういうのもあった。でもなんか途中でそいつ膝かなんか痛めてさ、なんか守りに入っちゃってバク転しかしなくなったよ。ひねり入れなくなったんだよ。なんかインチキじゃんみたいな。でもそういうこすり方もファンの中では楽しいじゃん。そうですね。でも俺いらないって思ってるのは、はい、チア。そうなんだ。どうしたんですか。なんでですか。俺はメジャーに行った時に、はい、試合始まる前に水がまかれてる、静寂感があるんだよね。で、なんか神聖な場所に見えるの、うん、はいはいはい。で、審判がこうパッと出てきた時に、みんなスタンディングオベーションで、うん、わー始まるっていう楽しみなわけ、はいはい、で、国歌が流れ、うん、プレーボールって始まるわけ、うん、その間一切グラウンドで誰も入らないの、うん、その神聖な場所に、はい、あんなボンボン持ってこんなにやられて足また開いてやられるのは俺どうもなんか嫌なの。そういう、なるほどなるほど、意外に。いや、それで俺引退した時にベンチ解説でカメラマン席に入ってリポートをやるんだけど、そこで感じたのは、あ、ここは選ばれし人間しか入れないんだなっていうことがあったんだけど、なんだこれはみたいな。チアの世界もすんごい実は厳しくて、オーディションとかめちゃくちゃ厳しいんですよね。でも泣きながら練習をして、結構チアの方も選ばれし者ではあると思うんですよ。はい、すごいね。いや、ただね、でも女性側ね、はい、より選手に近いじゃない。いや、そこなんですよ。そこ、あの、言えば、まあ、大学野球とか、はいはい、マネージャーと付き合うとか、チアと付き合うとか多いじゃないですか、はいはい、特に六大学とか東都とか、はい、やっぱそういうのちょっと見てると選手も何かあるんじゃないか、チアとって、やっぱちょっと思っちゃうんですよね。もうね、やっぱ思った、うん、はい、思いますよ、思いますよ。だからあんな近くにいるんですよ。確かに、それはそうですね。豊さんも結構突き放してるからね。え、いるんですか、誰とか誰とか。あれ、なんかもう、まあ、こうちょっと噂みたいなの聞いたことある。やっぱ噂は回るんだ。あるさ、やっぱなんか、うん、マジっすか。ふーって通ってて忘れてた。だから豊さんが手出してたってことですね。なんで俺が手出してたんだ。え、実際豊さんなかったっすか。だから最初そうやって豊さんの時はいないもん。あー、なんかそういう、そうか、ボールガールだもん。あー、ボールガール、ボールガールも結構いますよね。チアってあれですよね、選手とあんまり関わり合いを持っちゃいけないっていう規則はちゃんとあるんですよね。いや、だってクビになるもんね、それが発覚した。そうですよね、まあ噂レベルでクビになる時あるから。あー、店
見せしめだよ。でもテンション上がらないんですか、こうわーって。確かに確かに。え、大学の頃とかはいました？応援団だけだよ。そっか。チーカラータッタンタッタン、チーカラータッタンタン、チュー、チュー男臭いところ。いいじゃないですか。でもめちゃくちゃ男臭い。今でも中央大学チアとかすごいっすけどね。いや今はね時代だろうけどさ、ね、俺はなんか神聖な場所にあれがね土のグラウンドでしょ、うん、はい、楽天なんか、はい、天然じゃない、うん、天然しますあんなところで。なんかヒールまではいかないけど、うん、あんなんでガタ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 動かれたら俺だよ。場所考えてやればいいんじゃないですか。そのだから甲子園なんか絶対グラウンドに入らないね、はい、まあそうですね、土のグラウンドは、はい、でも人工芝なんてマウンドを中心にこんなやってるからいやこんな楽しいかみたいなで選手が出てくるためにブイーみたいなやるでしょ、はい、あれいるまあまあいやファンとしてはどうなの。いやまあちょっとそのどうなのっていうところはもちろんあるんですよ。だからそこは気になっちゃうところですけど、やっぱり球場で観客席で見てる身としては、まあ、盛り上げてくださるのですごく華やかにはなりますよね。確かに今さ車入ってきちゃうからね。そうパン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 何やってんのかなって。なんか T シャツかなんか丸めてるやつをプレゼントでしょ、はい、バン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 ハマスタじゃないハマスタランチャーみたいなのでグランドリー車みたいないやピッチャー交代の時も車で入ってくる球場ありますね。まあまあそうですね、まあ、あれはディリフかって言ってあれは伝統的なものがあって、はい、まあそれはいいんだけどいいですね。イベントでさそのイニング間のイベントはトラックだからそうですねおいおいおいみたいな、まあ、カラスコバイクで走ってましたからバイクの方が後つきそうっすけどね今お前ロッテなんかさかなクンだよ何だろうただ第2形態第3形態のルールもありますよね。なんか走ってますからだからああいうまあキャラクター的なものはいいにしてもチアは本当にいるもんなんだろうかっていう、まあ、ファンとしてはやっぱ楽しんでるんじゃないですか、そういうのでやっぱ、うんうん、チアのファンっていうのもいますか。そういますよね。そうだよ、ね、そうですよ。球場いろいろありますよね、目的が。チアもだし、売り子さんもだし、まあ選手はもちろんですけど、球場の外でもよくイベントってチアの方が、ね、やってますね。結構やられるじゃないですか。そうなんです。でもさ、はい、もしそのオーディションに受かったとしたらやる。いや、もう受けるってことはやりたいってことですよ。やりますよ。やりたいと思ったことある。あ、でも私もダンス好きなんでちょっと憧れはあるんです。やっぱ女子は憧れるんですよ。あの広いグラウンドで観客がわーっている中で踊るって最高じゃないですか。確かにそうですよね。そういうことなんだ。やっぱ多分チアの方ってもちろん野球を応援したい、そういう、こうチア精神っていうのもあるし、このあの場で踊れるっていう幸せもやっぱあるんだと思いますよ。笑顔を絶やさずにね、もう常に笑顔でっていう、もう踊って走って帰らなきゃいけない、うん、いやだってもう息いっぱいさおいおい大丈夫か笑顔ってなったら入った聞いた瞬間に顔変わってるからそんなにきついんだろプロですから。いやもうチアもやっぱプロじゃないですか。いやあれ本当動きとか間違えちゃいけないらしいですよ。いやそうですよね。めっちゃ厳しいらしいので、やっぱ一つ花を添えてるということ。いやそうですよ。選手もやっぱテンション上がるんじゃないですか近くで。どうですか、どうですか。テンション一番上がったのは、はい、壇蜜がスクール水着で始球式じゃないですか。じゃあ、そうなんですよ。神聖な場所で、神聖な被り付けだもん。いいじゃん。試合前に、それも地方球場、秋田だったから。興奮した梶谷がホームラン打ったよ。それは分かりやすいですね。分かりやすい。ちゃんと結果で残したね。お前今見たなんて覚えてたらバーンホームラン。選手上がってる選手もいるってことですよ。なるほど、そういう意味ではやっぱりいいかもしれないですね。可愛い子多いしね。いや多いっすよ、ね、可愛い子本当に多いですよね。でも球団によってはコネみたいのがあるみたいね。あ、そうですか。コネだからあんまりいいのが揃ってないと思う。いいのとかいいのも呼んでるよ。可愛いですよ。オーディションするんだったらさ、はい、とりあえず、うん、いいの取ろうよ。いいと思った方ですよ。そうやっぱり。でもそこにはコネがあるあの。え、完全にコネみたいな。いそんないる。わかんないですけどね。まあどの球団とは言わない。俺が聞いた話では、はい、いやうち
結構この辺があるんですよみたいな。あ、もう言っちゃってんだ。言っちゃってんですね。認めてるんですね。なるほど。どことは言わずとも。これはいい。さすがにそうですね。後で教えて。あ、分かりました。はい、後で聞こう。まあもうチャンネル登録いいか。まあでも、まだ概要欄に貼っておいて。はい、お願いします。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。